はい、どうも皆さんこんにちは、きなです。今回は、ウルトラベジブル、一体選出やっていきます。今ですね、赤属性で踏ん張り貫通、そして必殺封印を持ってるベジブル君がめっちゃ刺さっていて、マベジ対策として結構注目されてるんですよ。もうちょっとで登場1年半になるんですが、まだやれるんじゃないかということで、一体で戦ってもらいます。性能については皆さんご存知だと思うんで割愛しまして、早速 PVP の方、やっていきましょう。さあお願いします。はい、では合体選手パーティー、ベジブルいますね。やりましょうか。で、本日の一体選出なんですけど、ベジブル初手出しにしないといけないんで、それがきついっすね。はい、最初のバニューバイを無駄打ちすることになる。ただまあ、読み合い的に参らしようか。ああ、参らできてなかった、ごめんなさい。ここ勝て。いや無理か、やられたなそれ。いや、これワンチャン落ちまで行く。一応 HP 半分まで行くと、体力 30% 回復と、ボール1つ回収。あと、火ダメの振り向こうがつきますね。はい。強いっす。強いんだが、敵の裏にもまたベジブルがいるので、バニューバイで補正切られるとまずいと思ったが、その来るか。強原パン。行って、ユジムーブ。オッケー。ここはね、カバちゃん来るやろ。外して。はい。で、突っ込んでくるんかな、これ。特殊ぶっぱしろ。かみだいキャン。いや、もうそこで遠距離なんかい。じゃあさっきのタイミングですりゃいいじゃん。どういうことマジで。さすがにこれは大変かな。というわけで今日は、こちらのベジブル君で一体戦士でございます。耐えた。あー、落ちた。ありがとうございました。さあ、相手、来たよ、魔人ブー編パーティー。で、一回試してみたいのがあって、なんかね、噂を聞きまして、このベジブル一体だけ押しといて、この選出時間がタイムアップしたら一体だけの選出になるみたいな話を聞いたんで、やってみようと思います。対戦相手さんごめんなさいね。ただ、あれだよね、これ、一体でほんまに出せるんだったらさ、選出時間も30秒に短くなってるからさ、実用可能なんですよね。どうだろう。おい、なんやねん。普通に全然変わらんやんけ。はい、じゃあいつも通りやっていこうと思いまーす。よろしくお願いします。まあまあ3体出したところで別に変わりはないんだけどね。はい。なに？じゃあ行くよ。なんでタイミング合うねん。初手の場には生かすのやっぱむずいっすね。さあ、相手今振り向こうはついてないっす。いつまで続くかな。ベジブル君ね。何してんの？ドロサクダウンとかはね、持ってないんで。ちょ、特殊返してくれ。いやー、割って、結構厚使わしたけど、まあ、敵のコンボ力えぐいからな。さあ、体力回復、火種振り向こう。ちょ、やめて、マジで。ちょ、その外し死ぬほど効くからやめて。もうそっからほんで1億コンボでしょ？もう知ってるんよ、僕。もう1回外し決まったら玄関今日ね、1億コンボ繋がるから。あ、ほんとね。つまらない、マジで。ほほほほ。待って。これ、もろたで。さすがに。これは脆いました。相手は、黄色染めでございますね。もうこんなん、ボッコボコでしょ。ワンコンだったら全員粉砕。よろしく。こんなに楽しみなレジェンズは久々だ。ていうかね、今日のベジブルは絶対いけるわ。うん。この前の7、8でいけたんだから、ベジブルでいけないわけがないんですよ。いや、2ね即。よし。で、もうここバチ殴りして、踏ん張りまで使わします。踏ん張り、あ、行くかな？頑張れ。強いくわ、これ。やばすぎ。で、封印やめて。何してくる？単発。遅い回避かー。反応できたな。ここ射撃でいいや。あー、中入った。身勝手くるかなって思ったんですけど。オッケーオッケー。早すぎ。マジか。はい、ノルマ達成。ベジブル最強すぎだろ。ほんまにこれで勝たせてもらっていいの？ふんや。いや、さすがに終わらねえわ。ということで、続きやりますけど、ベジブル強すぎたね。だってまだ、ものの20分程度しか撮影してませんが、ノルマ達成でございます。すごっ！やっぱ最強だわ、1年半経っても。で、黄色染めたい、赤染めでね。まあ、分悪いのはわかるけど、さすがにまだワンチャンあったと思うけどね。全然バトル序盤だったからちょっとびっくりしたけど。まあ、とりあえず、アディショナルタイム始めていきます。ユージムーブ初手切って、射撃。オッケーオッケー。で、今、ドロスク2段階ではないな。ドロスクダウン入ってるんで。ただ、もう少しでドロスクダウン切れると思うんで、2段階で殴れます。はい。
や、特殊もあんの、マジででかい。これいけんぞ。ちょ、待って。これいける。敵にターレスいても、振り向こういっぱいつけれるんで、ベジッティンは。全然ワンチャンあると思ってる。単発くれ。バレたかな？オッケー！最強！さあ、再起使わせましょう。ぐっつり。この火力やばない。で、今手叩き向こうっす。手叩き向こうなんで、これ簡単使えんぞ。オッケー！見といてくれ。これ間に合うんすよ！コストが軽いから。で、属性に向こう10カウント。やばない？やってることやばない、ベジブルマジで。最強じゃん。はい、特殊。いや、強すぎ、落とせ。強い、持ってけ！ちょっと待って、バゲモンだ、俺。バゲモンですわ。うん。これが1年前っす。意味がわからんでしょ。いや、でもこれはさすがに、痛いか。特殊。え、でもさ、そのタイミングで特殊。いや、持ってんのか。さすがに押し切られるかな。180万。ちょ、なんかミスでしっくれ。しっくって結局は間に合うな。間に合わなかったら勝てる。ちょ、たらん、撃つな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 。いや、これ間に合うわ。いや、さすがに耐えれへんな。いや、でもすごくない？一体で再起逃げれるんすよ。いや、とんでもないな、ベジブル。さあ、マブンヘンパーティーですね。合体ベジっているけど、でもね、何回か試合してるんすけど、全然クレクトおる。はい、オッケーオッケー。キラチェン返してくれるタイプの人。これ2択っすね。大体キラチェン回避する人か、もしくは、初手で攻めてくる人。もう、初手中距離大器とか。二択なんですけど、もうそこは完全な読みなんでね。これ、外していい。マジで？ごはマジか。いやー、コンボを背切りしたかったんだけど。急ってくるんだ。いや、で、こっから受けるワンコンがいてんだよな。いや、普通に繋げてよかったか、ごめん、ちょっと。欲張ったわ。でも、よく書かねえとさ、一回三戦出、三戦出、大体勝てねえからさ、通していかないといけねえんだよな。僕もやろ。同じことさしていく。で、これね、多分、究極縛れてるわ。僕の読みでは全員落とせます。いやいやいや、そんな余裕はい、環境最強の豆樹くんを、なんと踏ん張り貫通の、究極アーツで何本入るか皆さん見ておきましょう。多分ね、2体分持っていける。うわぁ強いのダメージ。いや、手札がね、ハラパンボールレジェンズ、ハラパンボールレジェンズ、どうしてくる？断髪くれよな。それはやばい、それはやばい、それはやばい。アイテム攻めたいでしょ。でも特殊のことを考えると。ああ、そうだよね。必殺するしかないよね。オッケーオッケー。特殊が強い。特殊の存在がマジで優秀で。これ入る。オッケーオッケー。振り向こう必殺。ちょっと待って。いけんぞ、これ。で、いや、ここでもアルファンの阻害受けるから。考えろ。タクル回避読み。おっ強すぎ最強すぎ。いや、やばくない？環境突破のマブ編。一人で倒せます、この子。バケモンだわ。いや、バケモンだわ。ベジュブル。やっぱり、超強えわ。よろしくお願いします。うん。こんなん、いけますよ。あえてゴリドツの、ウルトラパーティーかもしんないですけど、ご自慢のね。これでもいけると思う、僕正直。ちゃんと考えて、相手の読みをさしていけば、これ有利属性初手なんで、ここ、オッケー。よし、初手ワンコン取れたんでかい。で、必殺いこう。ちょ、この必殺火力見てくれ。いや、落ちるよ、多分。いけ頑張れ、押し切れ。強っ。が、もうなんでそこ遠慮。やばないよ。相手の火力もえぐい。相手の火力もやばいわ。ベジブルの特権にしてくれ。初手99コンボは。ちょ、もう、やばすぎ、マジで。オッケー、アップね。さすがにメイン切りたいけど。いや、これメインだな。でさ、これさ、相手もメイン切るんじゃない？だよね。特殊。オッケー。来るかな。100個。オッケー！行きましょう！ぶっ、いやー！ちゃんと帰ってくるか！偉いな。でもさ、これ、いや、さすがにワンパー無理か！今振り向こうないもんね。
ワンパンして、いや、さすがに無理だ。手叩き入れて、時間稼ごう。バニないんか、今。そうか。特殊くれ、特殊、特殊。来た、来た、来た。オッケー！マジであの男、えぐい！えぐいんだけど！多分、苦手待ってないよね。多分大丈夫。オッケー！押し切れるだろ。振り向こう。強すぎ！バニ回復。即行こう。いやー、マジか！即回避やんな、苦手。でも、有利っすよ。ボールさえなければ。ボールさえなければじゃない？お願い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 。しかもメイン切ってるからね、相手。メイン切ってるし、究極ももう使えないし、振り向こうもないし、完璧すぎる。ちょ、ライやめろ！オッケー！撃とう。釣れる。腹パシャ駅でよくね。いや、持ってんのかい！なんやねん！必殺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 あるべ、これ必殺あるべ、全然もう惜しかった。いや、でもすごいわ。いや、ほんとにすごい。もう拍手だわ、これは。いや、ベーチームで、さすがウルトラ合体戦士。いや、とんでもない力見せてくれましたね。大変ありました。はい、ということで今回ウルトラベジブル一体戦術やっていきましたが、いや、本当にすごいね、力を発揮してくれましたね。最近のリミテッドって言われても本当に違和感ないぐらいね、ちょっと能力強すぎたね。序盤の泥族2段階と手札空き向こうでめちゃめちゃ荒らして、しかも1体で特化向こうも超つけやすいし、 HP 回復と火種振り向こうが偉かったわ。最近のキャラのワンコもまあギリ受けれる耐久はあったし、あと特殊圧ね、カウンター必殺の火力ほんまやばすぎるし、買収を欲張るためのね、きっかけにもなるんで、この特殊圧を敵が持ってるかもしれないって思わせること自体がめちゃめちゃ強かったわ。ということで、普段からマイナーキャラクターマイナーパーティー使いまくって遊んでるんで、ぜひともチャンネル登録高評価よろしくお願いします。めっちゃ強いなって思ってくれた方、当時のね、思い出も一緒に添えて、コメント欄に残していってもらえるとすごく嬉しいです。超強かったわ。ご視聴ありがとうございました。